久保さん。久保さん。まあ余剰資金ですね。余剰資金の作り方はやっぱり、あの、労働で余剰資金を作るっていうのは非常に困難じゃないかなと思いますね。うーん。まあ、あの、基本的に、まあ、アルバイトが一番わかりやすいと思うんですけど、時給ですよね。だからこれって、もう、 計算したら、どれぐらいの年数で、どれぐらいの時間働いたら、どれぐらい稼げるのかっていうのも完全に目に見えてますよね。1時間時給1000円のアルバイトをしたら、自分が余剰資金100万を作りたかったら、何年働かないといけないのか。っていうのは算出できますよね。で、その算出に対して自分が OK だったら OK でいいんじゃないですかね。うん。た、ただし、これも考えないといけないんですけど、余剰資金作りました。じゃあその余剰資金吹っ飛びました。 じゃあまた養剰資金作るのに、じゃあまた何年いけるのか。じゃあまた養剰資金ぶっ飛びました。じゃあその養剰資金また作るのに何年かかるのか。ということは、世の中、まあ、人生生きていく中でどれだけチャンスがあるのかっていう時間の問題ですね。僕たちっていうのは死に向かって生きています。で、その中で、時間給時間で働く。 ってなった場合、多分ね、これで余剰資金作ることは不可能ではないかもしれないですけども、明らかにチャンスがね、狭まります。間違いなく。でも、コンテンツビジネスというか、まあ、こういうネットビジネスとかね、時間もあんまり関係なく、もう利益、まあ、上限がないですよね。まあ、例えば久保さんで言うならば3年で1億行きましたけども、じゃあサラリーマンで3年で1億作れるのかっていうと、難しいですよね。 だから、アッパーがないビジネスをやるべきなんですよ。まあ、これが別にコンテンツビジネスじゃなくてもいいですよ。何でもいいんですけど、ただネットを使うってことですね。が一番いいと思います。で、リスクがなんか始められるので。うん。だからこれはね、YouTuber になって光くんも言ってましたけどね。工場で彼は働いてた時に気づいたっていうね。あの、このままじゃダメだみたいな。うん。一生お金持ちになれねえぞと。うん。で、なんかの動画で言ったんですけど、やっぱ自分も労働してたから、 労働することがどれだけ大変か。で、さらに言うと、今、どれだけ甘い汁吸ってんのかっていうのが身に染みて分かっておるっていう、労働したことがあるから。から労働にはもう戻りたくないっていうことを何回か言ってたんですけど、いや、僕もね、戻りたくないですね。うん、絶対戻りたくないですね。まあ、これ、労働して、 あの、コンビニとかでバイトしてるくれる人がいるから、まあ今はね、成り立ってるっていうところもあるので、あの、まあ労働してる人からするとふざけんなっていう気持ちになるかもしれないですけど、まあ正直コンビニなんかはもうそもそも多分人がいなくなると思います。まあこれは無人訓になり得ると思います、そのうちね。まあ10年後かは何年後かわかんないですよ。もうだっていらないですもん、コンビニに人っつうのは。 必要ですかまあたまたまにねコンビニにモチベーションめっちゃ上げてすげえ頑張ってるあ君の笑顔を見たくて来てるんだよっていうお客さんがいて働いてる人もいるかもしれないですけどそれはもうプレミアですプレミアで、うん、結局そのコンビニに対しての、うん、働く意欲っていうのがそもそもないんですよあんまり だこれをその無理やり出さ、出してね、コンビニに働くことはすごいことだと思って働くっていうことも悪いことじゃないんですけど、時代の流れですよね。うん、まあ単純にもう、あの、AmazonGo みたいなの出てるし、別にその、なんだろうな。しかももうね、あれじゃないですか。<laughs> あの、面白いですけど、レジの人がいたとしてもですよ、結局その接触できないみたいな話じゃないですか、今なんかは。だから、 その、も,もはや喋るなって話ですよね。だからこれ、喋らないっていう接客って、もうなんか、うん、ただジュースを買うだけであるならば、あんま正直いらないと思うんですよね。しかも今の状況下で。うん。だセルフレジの方が、あの、効率的かなと思いますし、まあ感染リスクももちろんないだろうし、そっちの方がね、セルフレジの方が。 うん、だからそのお札にウイルスがついてどうのこうのっていうなんか話題もあったりとかして1週間ぐらい誰かが言ってたらねなんか1週間消えねえみたいな都知事が言ってたのかなそうだまあ今後そのまあ、労働っていうのはその誰でもできる労働ですよねここに関してはロボットもしくはテクノロジーに変わっていくっていうことは僕は目に見えてると思いますこれはすみません時代の流れなんでしょうがないとうんそう なんでまあ、しょうがないかなというところでございますね。うん。なんでまあ、労働から卒業した方がいいと思います。はい。いってらっしゃい。